黒いモンスターランク戦全然当たらない龍です。さあ本日なんですが、KC カップね、またファースト突破シリーズ、やっていこうかなと思っておりまして、今回はガガガデッキ、最近ね黒いモンスター全然出ねえってバカにしてるんですけども、みんながまあ俺もバカにしてるんだけどもこれで KC カップを突破されたというねご報告をいただきましたので、こちらご紹介していきましょう。ゴッドファーザーデッキですね。新しいね、新パック、新パックっていうか、まあ一番新しいパックで、ゴゴゴゴーレム、ゴールデンフォーム、これね、あの山崎秀明さん、ゴールデンフィスト山崎秀明さんが出まして、でこいつをまあぶち込んだオノマトランスのガガガデッキで、ファーストを突破されてましたよということで、これ結構ね回してみないとね意外とね動き方は結構慣れないんだけども、結構4並ばせられることができるんですよ。だからこれまあいつも言ってるように、汎用ランク4がめっちゃ強くなったらめっちゃぶっ壊れるレベルのスキルなんで、もう今から取っといた方がいいよっていう話をずっとしてるんだけども、今回はこのデッキに除去をめっちゃ入れて、あの局所とかコズミックサイクロンで、バックをぶっ飛ばして、で前のモンスターはこのガガガボルト、このシスターから持ってくれるボルトとかを使って前ぶっ飛ばして、で相手のモンスターをぶっ殺していくっていう、そういうデッキになってます。でね、あそうだ、これね多分ね、コキュートスへの回答がジェネラルしかないんですよ多分。これだからね、多分ジェネラルは入れた方がいいと思うね。ジェネラル入れて使わなかったカードどれが一番使わなかったかな、多分ね、メローガイストが一番使わなかったから、なんかこれ環境によりますけどね、これこうしてでジェネラルにしとけばなんか結構ね、コキュートス突破できると思うわ。コキュートス出されるともう突破できないんだよこれこのデッキほとんど。なんでコキュートス回答にジェネラル入れて、まあ、これが一番完成形でいいんじゃないかなというふうに、思っております。早速ですね、ゴッドファーザーデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル、ああ反応強いね反応強いね。これ反応強いね。だからもう一枚ボルトじゃなくてもいいけどガガガ欲しいね。多分結構ねこれはね、なかなかねこれ挨拶して分からせることできるから、はいはいはい、いいですよ。青木の剣士いいでしょう。で剣士召喚し成功し効果発動で太鼓の主題詞持ってくる、 OK、 全く問題ない。で伏せ1枚、あれが多分自信日記、伏せ1枚自信日記だからこれ速攻伏せた、 OK。 ドロー、はい強い、はい強い、はい強い。それは完全に先行を取ったあなたが悪いですね。これは先行を取った、まあ、先行を取ったって言ったって、海馬社長だったら相手先行何もせずターンエンドするんで、サンダーブレイクいいね。で太鼓の白石を、なるほどね。で聖眼だけは出るようにするみたいな、であとはお祈りワンターンキルできないようにさせるよみたいな、そういう話ね。残念だったな海馬、お前はこの段で死ぬぞ。マンサー、オノマトマンサーでいっか。オノマトマンサー。オノマト、オノマトマン、いや、これ、3体並べられんね。3体ってか、まあ、2体か。エクシーズモンスター2体。番長持ってきて、オノマト番長で5個出して、番長特殊して、で、エクシーズして番長で効果で釣ってくればいいから、一応クリボール、クリボール、まあ、クリボールあったらちょっとあれだけど、クリボールあったらあれだけど、まあいいや、これ4連打しよう。なんかわからんけど、4連打しよう。まずはここと、これでエクシーズしていく、ザムラっていく、戦国時代突入きた。戦国時代突入、ザムラ効果。で、ペッてやって、これどっちもいいのか別に、でも。ズボン番長ってさ、ゴゴゴだったらいいんでしょ。だからどっちもいいのか、これもいいのか。ゴゴゴジャイアントでペッてやって、で、ペッてやって、ねこれペッてやって、ジャイアントペッてやって、はいはい、エクシーズしないが強いんじゃない、これなんならこのままバトルではこのままバトルの方が強い、はいはい、はいエクシーズしろ。さあお相手の方、闇遊戯選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル、死なないと思うんですよね、これ。これ、エンドありますよね、全然。これね、全然エンドあるんですよね、ガガガ。これ、優位でしょ？優位知らないんじゃね？わかんねえけど、これ知らないと思うんだよな、これ。これ、ジジイ出さないで。エンドするの全然あるんですよね、これ。まあ、でも一応出しますか。
ロットとかだったらね、ロットとかだったら結構、なんだっけ、止められるんでね。ちょ、ブラックマジシャンかとか知らないけど、で、ジジイ出して、で、ジャイアントジジイだな、これ。ジャイアント召喚、ジジイ特集、行こう、ゴッドファーザー来た。さあ、ゴッド、4000ポン出し来た。4000ポン出し強え。4000ポン出し効果もごっつえ。これやばいわ。さあ、来い。闇遊戯選手。うちでのこっちだろう。こづいていく。こづしはいいよ。で、それとそれで、オッケー。はいはいはい、いいよいいよ、全然全然。全く問題はない。こづいていく、これ何だっけ、これ。こづち、まあね、結構ね、ケーシーファースト、もうなんか、あれですよね。だいぶ、もう終盤になってますんでね、もう全員なんか、せかの、なんだこれ。大きな死んできた。全員なんかもう、あれだから、みんな突破してるから、普通の環境デッキ使ってる人は。だからもう結構面白いデッキがね、残ってるのでね、割とね、デュエルしてても楽しいですよ。だから、KC ファーストを突破する場合、結構ギリギリまで粘るの大事。ジェスターコンフィ来た。ジェスターコンフィ、なるほど。これ特殊召喚できるやつだね。条件なしで。特殊召喚からの、聖獣セルケト。これさ、これやったったらさ、これさ、これやったったらさ、これ。やっていいことと悪いことあるんですよね。俺これやっちゃいましたから、もしかしてこれ。これもしかして KC ファーストに突撃してきた。なんか聖獣セルケトアルティメットデッキ、分からしちゃったこれもしかして。もうなんならエクシーズしないっていうね。エクシーズしねえっていう。一言。ほんまにごめん。さあ、お相手の方、武藤遊戯選手、よろしくお願いします。ゆうりさん、バイ。じいちゃんのカード、なかなかやべえで気使ってんな。じいちゃんのカードはなかなかにやべえぞ。じいちゃんのカードはくさ、いや結構ね、ほんと面白いデッキめっちゃあるから、めっちゃあるんですよ。すげえ楽しいですね、KC ファーストね、やっぱりね。普通、うわ、アロマ出た、これ迷惑な。アロマでじいちゃんのカード揃えるみたいな、クソ迷惑デッキや、これ。あれまで耐久して、うわ迷惑、めちゃくちゃ迷惑。それコズミックサイクルまだ打たなくてもいいかな、ちょっとわかんないんで、まだ打たなくてもいいですね。どっちがどっちかわかんないんで、ボルト来た、ボルト来たのはでかいな。まずはちょっと一発挨拶していこう。挨拶をしていきましょう。おはようございます。おはようございます。潤いの風、なるほど、潤いの風。これマジラムとか持ってこられたらめんどくさいんだな。なるほど。これさ、潤いの風止めちゃっていいんじゃないこれ。後から表にされたやつだって破壊できるもんね。ガガガボルトで。多分ね、別にこれ潤いで線払わせただけで、これこうしちゃっていいんじゃないかなと思うんだよね。で、潤いの風でサーチ、これはサーチ入れられるんですけど、アロマモンスターを。これを無効にすることによって、相手はサーチを入れることができないというね。これ永続トラップなんで。はい。はい、戻った、OK。戻った、ボルトある、だから、ボルトあるんだったら、だから3000でしょ。だまずオノマト変化するじゃん。オノマト変化して、まあ、ボルトは確定で打たなきゃいけないから、ボルト残して、こことここで、で、これはだから、ボルト2回打てばいいから、シスターと、残り約3000でしょ。だから、シスターとキットでいいんじゃないかな。シスターキットで、除去にまくって、やっぱ除去があるって強いよね。この、あとボルトのサーチが入るっても強いし。で、シスター召喚してボルト持ってこよう。さあ、これで手札増えた。オッケー。で、ボルティングを先に、フィールドマンの方に打てばいいんだね。これ。こっちに打って、で、こうして、で、ボルトの2発打って、はい。アンゼリカね、オッケー。で、キット召喚。レベル上げる。はい、来た。はい、うますぎまーす。はい、迷惑デッキ成敗しまーす。やっぱ、このデッキ赤いコイン出るとめっちゃ強いわ。結構めんどくさそうでしたけどね、相手。おい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 。挨拶&挨拶で勝利を。これが挨拶デッキ。対戦、ありがとうございました。さあ、お相手の方、石津イシュタール選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。地獄みたいな反応きた。地獄反応きた。1をセットするか、2枚。はい。いや、これ地獄や。
地獄起きた。ちょっと頼むマジで。ちょっと勘弁してくれ。バック除去めっちゃくんだよな。バック除去めっちゃくんだよ。さあ、どんなに来たんでしょうか。石津設楽選手、30枚デッキ多いですね。30枚デッキ結構多いのでは。セット。なるほど。なるほど。一応打ちますか。コツデッキサイクロン。エンドサイクして。これ何さあ、一体何デッキなんでしょうか。あ、クモイヨの土蔵。なるほどね。クモイヨの土蔵。で、ゴゴゴジャイアント来た。これワンキルは取れないんだよな。ガガガが足りないんだよな。ガガが足りないんだよな、これ。いや、これでね、ワンキルできるの辛いんだよな。これさ、どうせワンキル取れないんだったらさ、もうこれ召喚殴りあるよね、全然。これ、ジャイアントぶん殴り結構あると思うんだよな、これ。結構あると思うわ、これ。これ、どうせ多分次のデッキトップ、ガガガだと思うんだよ。だからこれでぶん殴って、もう誰や、ニュードリア、どういうこと。ニュードリア、戦闘によって破壊されるとやばいことか、やばいこと起きんねん、やばいこと起きんねん。戦闘によって墓地を狙われるとフィールド上のモンスターいったら戦闘者破壊する。何、なんだその最強カードは。やばいな、実質なんだ、一食い虫みたいな感じか。強いな、ライドロン。これボットじゃねこれ。あれ、これボットでは、これボット、これボット感めっちゃあるんだけど、これボットなのかな、これ。これボットな感じするけどな、これ。ライドロンってボルト来た。いやー、弱えな。まあ、行くしかないか。局所打ってぶち込んでいく。で、局所ってぶち込んで、いや、これもうでもさ、ワンキル取れないんだったらさ、これさ、ファーザーじゃないの、これ。これ、ゴッドファーザーするしかないのでは。ゴッドファーザー強いと思うんだよな、これ、4000。多分ね、4000はさすがに強いと思うんだけどね、相手。モンスター効果無効で。4000でぶん殴れるって結構強いと思うから。でジャイアント召喚成功時効果発動。ジャイアントは墓地の555を特殊召喚して守備表示にできる。で555ゴーレムゴッドファーザーを特殊召喚していく。でカード1枚セットして、でぶん殴っていく。はい、いや、これ多分ね、そこそこ強い。モンスター効果無効。まあ、ちょっと555ジャイアントマジで今無能感半端ないけど、ゼロだから守備が。言うてこの4000は強いでしょ。あ、このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。ちょっと待って、俺これもしかしてボットに負けてない？